ター、チョン・イルは、現在も、記憶喪失の後遺症と戦い中。事故の詳細と現状まとめ。皆さん、こんにちは。ある日突然、大活躍している芸能人が、一つの事故をきっかけに人生のどん底に。なんて話を聞いたことはないでしょうか？今回は、ある日、突然大事故に巻き込まれた韓国で活躍する芸能人チョン・イルさんの事故の内容や、その後の活動などについてご紹介していきます。チョン・イルはどんな人？チョン・イルさんは、1987年9月9日生まれ、主に韓国で活躍する俳優です。2006年映画、静かな世界で俳優デビュー。同年に、シチュエーションコメディー、思いっきりハイキックで主人公を演じ、一気に人気俳優の仲間入りを果たしました。デビューから間もなくして一躍スター俳優となったチョン・イルさん。2009年には初めての時代劇にも挑戦し、この年の6月には日本でファンミーティングを行うなど、日本での人気も獲得しました。チョン・イルさんは出演するドラマが時代劇が多いことから時代劇よがみと呼ばれています。2012年には最高視聴率 46.1% を記録した大ヒットドラマ太陽を抱く月で主人公のイボ兄であるヤンミョングン役を演じ注目を集めました。チョン・イルさん演じるヤンミョングンは普段自由奔放な遊び人ですが、仲間思いで正義感の強い一面もあるという誰からも愛されるキャラクターでした。ドラマ内では最後、敵の矢を自ら受けに行き死に至ったシーンは多くの視聴者が涙しました。また俳優のイ・ミンホさんとは幼馴染で昔から交流があり、現在でも親友として付き合いがあることでも有名です。チョン・イルさんはイ・ミンホさんのことを昔からオーラがあって自分とは正反対の人間だ、唯一の共通点は料理の好みだと語っています。チョン・イルがあった交通事故とは、デビューして間もない2006年8月、幼なじみの俳優イ・ミンホさんと旅行に訪れた地で交通事故に遭ってしまいます。車が大破するほどの大事故でした。事故の内容は、2人が乗っていた車に飲酒運転をしていた対向車の車が中央線をはみ出して正面衝突したというものです。つまりチョン・イルさんとイ・ミンホさんには火がない状態で事故に巻き込まれてしまったのです。この事故でチョン・イルさんは首の骨が砕け、左骨盤にひびが入るなどの負傷、さらに脳震盪、脳出血、一部記憶喪失などの症状が出るなどして4ヶ月間の入院をします。同乗していたイ・ミンホさんも足に計2本のボルトを入れるなどして7ヶ月間入院生活を送りました。一時は昏睡状態に陥るなど生死をさまよったそうです。この事故を招いた飲酒運転をしていた相手側2人は即死だったそうです。事故の大きさを物語っていますね。こんな大きな事故でチョン・イルさん、イ・ミンホさんが生きているのは奇跡とも言えますね。事故の後遺症は？チョン・イルさんは事故の後遺症に苦しみ、痛みに耐えながら毎日鎮痛剤を打って撮影に臨んでいたそうです。2013年のドラマ黄金の虹の撮影中に激しい頭痛に襲われ、精密検査を受けるために病院へ行きます。この時に脳動脈瘤と診断されました。脳動脈瘤は脳の血管が風船のように膨らむ病気なので、破裂した際はくも膜下出血を発症し、最悪の場合は死に至るケースもあります。とても恐ろしい病です。この当時の様子をバラエティ番組に出演した時に、26歳の時脳動脈瘤と診断され、ショックで1ヶ月引きこもりになった、またいつ死ぬかわからないと言われた、1ヶ月間は鬱のような状態になり引きこもっていた、その時に子供の頃から行きたかったサンティアゴ巡礼路に行き心を落ち着かせることができたと辛かった心境を語っています。現在チョン・イルさんのスマホには10年間分の写真約7万枚保存されているそうです。
たくさんの写真が保存されているのには大きく2つの理由があり、1つ目は将来結婚して子供ができた時に、昔お父さんはこんな風だったんだよと写真を見せながら当時の思い出を語りたいということ。2つ目は日常生活で忘れてしまうことがあり、写真を撮り見返すことで当時の記憶を思い出すことができるかもしれないという思いから、毎日たくさんの写真を撮っているそうです。チョン・イルさんは事故により部分的な記憶をなくす記憶障害も発症していたのです。記憶喪失と脳動脈瘤という大病を患っているチョン・イルさん、事故から約10年後の2016年に社会服務要員として老人療養センターに入隊し、食事の手伝いや認知症の方のサポートなどで2年間服務をしました。当時を振り返り、チョン・イルさんは今までの俳優人生では経験できないことをたくさん経験し、とても充実した毎日で自分を見つめ直すいい時間を過ごせた。服務を共にした仲間はほとんど年下だったが、皆素晴らしく尊敬できる仲間ばかりだと語っています。事故の影響で社会服務要員というサポートなどを主にする仕事でしたが、自分が大きな怪我や病気に苦しんだチョン・イルさんだからこそできた任務かもしれませんね。辛い経験の中、自分の病気と向き合い懸命に戦う姿にファンのみならず世間が胸を打たれたのでした。チョン・イルの現在の活動は、兵役後もたくさんの映画やドラマに出演し、近年ではポッサム愛と運命を盗んだ男が大ヒットし話題になりました。このドラマはチョン・イルさん主演の時代劇ドラマで、朝鮮時代の風習ポッサムを描いた作品です。放送後はSNS などで久しぶりに見るべき時代劇だと絶賛され、回を重ねるごとに毎回視聴率を更新するチョン・イルさんの代表作の一つとなりました。このドラマは国内のみならず台湾、ベトナム、フィリピンなどでも視聴され、日本でも DVD 化されるなど世界から愛されるドラマになりました。チョン・イルさんが時代劇狼と呼ばれるのも納得ですよね。現在もドラマの他に舞台、CM、ラジオなど幅広く活躍しているチョン・イルさん。そんなチョン・イルさんの活躍は国内のみならず世界にも広がっています。最近では中国で行われたファッションイベントに参加しています。もともとは中国で白血病患者を助けるイベントに参加していましたが、このイベントに偶然ファッション関係者がたくさん参加しており、チョン・イルさんが関係者の目に留まったのだとか。これをきっかけにファッション関連イベントによく招待されるようになりました。ある現場ではあのパリス・ヒルトンと一緒に写真を撮り話題になりました。また現在でも日本にファンクラブがあり、全国ツアーを行うなど日本のファンとの交流も大事にしています。2021年にはチョン・イルさん主演のドラマ「ヘチ王座への道」が放送され、再び日本での注目を集めています。まとめ、いかがでしたか？今回は俳優のチョン・イルさんの事故の経緯やその後の後遺症についてご紹介しました。デビューしてこれからという時に大きな事故に巻き込まれてしまったチョン・イルさん、治療やリハビリと並行して懸命に俳優活動を続けている姿に、これからも支えていきたいと強く誓ったファンも多くいるようです。前向きに病気と向き合うチョン・イルさんの活躍を願いたいですね。これからも応援していきましょう。